丸山権太郎の裏社会ジャーニーです。本日はちょっと一風変わった形で番組を転がしたいなと思っておりまして、はい、と言いますのも、うまいことねハマってれば週刊プレイボーイとのコラボということで、この番組というかこの企画がね、ちょっとこう動画化しているはずなんですよ。そのメインテーマっていうのが、なんと皆さん 大好きじゃない、あの皆さんご存知ご存知、はい、大麻です。大麻、はい、それも、まあ、日本国内に自生しているものを僕が探しに行くっていう、はい、あの丸山ゴンザレスの大麻ジャーニーです。つまり、はい、どこに行ってきたんですか？北海道です。うん、これね、ずっと何年か前からやりたかったんです。あのよく聞くじゃないですか、あのドサンコとか言うじゃないですか。ドサンコって言いますね、北海道産のあの大麻のことを。はい、言います。あれがあれを取った時代があったとか、刈り取って東京持ってきて売ってたとか、はい、なんかそういうことを自慢げに言う人いるじゃないですか、うん、でなんか北海道の山奥には大麻しか入ってないエリアがあるんだとか、はい、なんかみんなほうの言うから、そんなこと言うなら俺も探しに行っちゃおうかなって前から思ってたんです。で北海道の知り合いに、あ、それは北海道探しに行ったことあります？北海道に探しに行ったことはないですけど、はい、ドサンコ吸ったことはあります。昔ね、昔ね永遠なる昔、はい、昔に、はい、永遠なる昔でした。で、あるじゃないですか、なんかよくそういう話を聞くから、はい、行ってみたいなと思って、北海道にいる人とか、うん、まあ、北海道出身の人よりは北海道にいる人とかと会うと、ね、なんか行きたいんだけどみたいな話してて、はい、でいざ行こうとなると意外とみんな知らなかったりとか、知ってても、うん、いや最近ようやく知ってる人とかに会えたんだけど、なかなかねタイミング合わない。これね、北海道の収穫時期って年に1回。お、いつなんですか？秋口。秋口ね、うん、まあ夏で育ってで冬で、まあ、冬が迎えて、あの迎える時にこう気温が下がってくると、こうあの本体にストレスがかかってぐっと、あの育つらしい。育つっていうか最後こう、あの濃度がね、濃度が THC 濃度になるというので、だいたいその辺の時期、なるほど、秋口ぐらいが狙い目だと、うん、で、というかどっちみち育ってるのを見るんだったらそれぐらいの時期じゃないと、ちょっとあとは背が低かったり、うん、あんまり迫力はないよと、なるほど、いう話を聞いて、で今年の秋口はちょうど僕も日本にいるし行ってみようかなと。いやいや、だからちょっとお話は聞いて、はい、見つけたのか見つけてないのかみたいな感じ、ちょっとめちゃめちゃ楽しみなんで、VTR が。これね、こんだけね、大げさにシュープレまで巻き込んどいて、うん、で、見つけられなかったら、どうしようっていう俺のプレッシャーですよ。そうだね、カニ食べてきたじゃ済まないからね。いやー、カニって書いてるでしょ、言ったんですけどね。まあ、それはね、あの、言ったして。はい。いや、だから、そんなわけで、僕の丸山権太郎の大麻ジャーニーということで、今回 VTR 撮ってきましたので、ぜひご覧ください。現在北海道に来ております。これからですね、北海道に、自生している大麻を探しに各地回ってみようと思います。途中でですね、案内してくれる人たちとかと合流していくつかポイントを見せてもらう予定です。それとですね、北海道における現状、大麻の使用の現状なんかも、調べることができたらなという感じです。じゃあ早速行ってみたいと思います。9月半ばぐらい。いきなり飯、はい、北海道一食目トライです。スター、はい、これ何だと思います？え、これはカレーと餃子のセット。北海道ではポピュラーなんですか？これはなんかあのソウルフードらしいんですよ。なんかあんまり具体的な場所はダメだって聞いたんですけど、うん、北海道のなんかどのあたり的なことは？ここはまだね、札幌なんですよ。あ、札幌なんだ。札幌で車借りて向かうんだけど、はいはい、その地元の人から、うん、このお店の、なんていう、餃子カレーみたいなのは、札幌の若者たちが腹減ってる時に大体みんな食ってるっていうので、結構有名だから食べていこうっつって、食べたんですよ。うん、美味しかったですか？美味しいは美味しいんですけど、うん、この時点でお昼なんですよ。はい。着くところがね、まあ、ここから、まあまあ見ていただければ分かるんですけど、これマンチで決まってるわけじゃないですか？じゃないんです。ここからなんですよ、とにかく。ここから、まあ、お昼ご飯からスタートしたってことをちょっと覚えてます。まずね、着いてお昼からね、はい、札幌から乗ったと。うん、移動中ですけど、はい、もう寒いっすか？まだ全然。トップ。なんかこれ、はい、ちょっといいですか？ちょうどいいとこ止めてくれました。時間がね、飛んでるでしょ、うん、だいぶ暗くなってますよ、これ。あれ、北海道の大きさね、縮尺舐めてる。そうだよね、うん、あのね、この時点でも7時ぐらい。
あ、夜夜おお半日くらい走ってここです。じゃあカレー餃子を食べた後、はい、そのまま乗りっぱなし状態ですね。乗りっぱなしです。あのね、行く前に俺がふざけたこと言って笑われたのが、うん、その友人にね、はい、あの札幌着いて晩飯前ぐらいにちょっと函館軽く行って、うん、はい、あのから晩飯食いたいんですけどみたいなこと言ってたら、あはって言われていやっていう北海道舐めてる舐めてる。え、俺の中の北海道の縮尺そんな感じだったので、山手線みたいなイメージだったね。そうそう、ついてみたい。お昼ご飯食べて、まずその可能性としてありそうな場所に向かうっていうので、はい、半日か経ってもう夜っていうのに、なるほど、これまず現実感にやられてます。なるほど、 あ、 なるほど、ありがとう。マジかよっていう距離でしたね、まあ、確かに北海道、はい、じゃあ行きます、うん。あ、あった。ああ、おお、すげえ。すげえ。この手前のやつ。ああ、そうそうそう。第一タイム発見ですね。トップ。第一タイム発見だよ。いや、なんかね。なんか番組で見たことあるんだけどそれ。まあでもあのこれね、うん、村じゃないんだよね。町だから。第一村人とかじゃないから。第一町人だみたいな感じ。っていうかね、だから俺はよくわかんない。思ったのはあの。うん、一瞬ね、第一村人とか思ったんだけど、村じゃないわけ、はい、だから何が言いたいかっていうと、ま、ほんと町なんですよ。あ、そんなに市街地から人が結構住んでいる。いや、全然ビュンビュン車通る。の、まあ夕方で、まあ時期的なものがあって、ちょうど人通りが、はい、その時はたまたまないだけで、普通のところなんですよ。え、じゃあ犬の散歩してるぐらいなところに、あ、そんな感じ。あの第一タイマーが、あの自転車とかでみんな買い物とか学校帰りとか通るような場所。いや、ほんと驚いたっていうのが正直なところ。さすが北海道ね。え、なんか、うん、もうちょっとこうステップがあってようやく見つけるぐらいな感じ、うん、一株見つけて、いやーもう大変、いや、こんなことなるなんてみたいなのを予想してたら、うんうん、あったそこにあるタイプ。そうそうそう、だからそれがでもこの旅のスタートだったんですよ、うん、だからほんと出落ちみたいでなんかあれって思ったけど、こっから本当にどう転がっていくのか、なるほど、皆さん、はい、ちょっと楽しみいただきたいと思います。おー、すげーすげー。ねえ、めちゃくちゃある。うわ、めちゃめちゃ生えてる。めちゃめちゃ生えてる。これ全部じゃないですか。これ生えてる。そこ、はい、おお、すげー。これバッチリじゃないですか。大興奮してる。すげー。あ、これ、うん、この固まってるやつはタイマーなんですよ。草なんですよね。なんだけど、これね、はいはいはい、ここまで映ってた奥の方とかにバーッと入ってたでしょ、うん、はいはい、あれはね、よもぎなんですよ。奥のやつは、タイマではないんだよね。タイマじゃないんですよ、うん、これも、うん、あの手前で固まってるやつが、うん、タイマなんですよ、うん、最初俺もわからなかったんだけど、うん、あ、いっぱい生えてるなと思ったけど、やっぱり後半になるに従ってわかるようにはなってくる、うん、植物の違い、はい、だから土産子の皆さんは、あ、こう北海道の人っていうのも、小野さん、この北海道の皆さんは、はい、本当に見分けられました、ね、なるほど、はい、はい、ちょっとまた続き見ていきましょう。すげえ、ここ止めてもらっていいですか。止めましょう、はい、お、降りるのいいね。すげえこれやばい。めっちゃでしょ。めっちゃアップじゃん。あ、マジじゃん。俺、友達の家で見たことあるやつ。すごい。トップ。なるほど、今ものすごいアップだったけど、うん、あのちょっとタイマの、あの北海道タイマの、うん、その成り立ちっつうか、うん、なんでこんな多いのとかいまいちわかんないとこもあるので、あ、まあまあそうですね、あの説明してほしいんですけど、元はあの産業用タイマとして明治の頃かな、はい、100年以上前、ね、そうですね、あの持ち込まれて、はい、いわゆるこうウィード的な吸い方のためのものではなくって、うん、まあ繊維を作るための、植物として持ち込まれたんですね。で、非常に好調で、その頃産業として、で大正ぐらいになってくると、その組合の皆さんたちが神社をね奉納したりしてて、でその辺がだから札幌の隣の町にね、大麻神社、大麻神社かな、うん、っていうのがあるんです。地名も結構残ってる、ね、その大麻、大麻っていう字を書いて、はい、大麻って呼ぶのか大麻って呼ぶのか分かんなかったですけど、うん、そういう地名もちゃんとあります、うん、でそこに奉納されてる神社にもそういう組合が奉納しましたっていうのでちゃんとあるんですよね。それぐらいこうなんていうかな、根付いた産業として根付いていたものなんですが、うん、それが野生化して、あとあの産業としての大麻の縮小ですね。やっぱ戦後日本戦後第二次大戦ね、あの後とかにちょっとこう縮小していくんです、傾向として。まあ普通にそれはあれだよね、うん、
大麻取締法ができるとかってことも影響しているよね。まあそういうも影響している。ただ非常に植物としては強いので、ここら辺で刈り取ったとてですね、あちこちに行ってしまうんですよ。でそれは今北海道全土に広まっていて、うん、ただそのなんていうかな、あのその中でもあの強いし、強いやつっていうのかな、がこうあちこちに出てくる、生えてるっていうのがこれですね。いわゆる野生化したものです。ちなみに今映っていたのは普通にただ野生化してそこら辺で生えてるっていうこと。これに関してはそうですね。なるほど。もちろんその辺の微妙なさじ加減っていうか微妙な線引きっていうのがあって、それはおいおいちょっとお話ししますけれども、これは完全に野生化したものだと言えます。本当にただ道端にポッと生えてるだけ。うん、なるほど。はい。ちなみに行く前に、はい、草加ってこのどさんこって行ったことある？え、行ったってどういうことですか？知ったことある？ありますよ。どうなんですか？やっぱ効きは弱かったっすね。弱い。なんていうんですかね。まあ、その産業用大麻と、その農業、農産物とか、いや、まあ、思考、まあ、いわゆる、ハイブリッドっていう、うん、まあ、その、吸うために、うん、思考用として、非合法に作られているものっていうのは、うん、やっぱその THC の濃度が、うん、まあ 20% ぐらいあったりとかするわけですよ。で、いいものだと一服して、あ、これは効くな、みたいな感じがわかるんですけども、ドサンコはやっぱ THC 濃度がその、まあ、野生化してるとかそういうことも多分含めて低いんで、うん、まあ、ジョイント半分ぐらい孵化して、ようやくちょっと、あ、なるほどな、ぐらいな感じの、ちょっと辛くて、なんかあんまりだったなとはいう記憶がありますね。わかりました。はい、まあ、そのあたりも含めてね、ちょっとこの後いろいろ見て、はい、聞いていきたいと思います。はい、じゃあ引き続き、はい、お願いします。時間的にはだいぶ、これは普通の7時半とか。うん、ああ、そうね。日中だったんだけど、ああ、そうそう、思い出してきた。これね、すでに暗いんですよ、うんうんうん。カメラの機能で無理やり引き上げてるだけで、はいはいはい、これが、現実はこんな感じ。だからもう7時半、8時前かな。うん、7時台だと思います。車のライトで照らしてる。そうです。際のところ、道路沿いですね。道路沿いにあります。第2タイマーです。トーク第2タイマーで。いやいやいや。なんか ね、二つ目だからいいかな。二つ目、まあまあ。第いくつか、ね。第一集落。これ第二集落。そうそうそう。数えてたんだけどね。途中からめんどくさくなっちゃって、はい。ちなみになんか、後ろにあるのはトウモロコシ畑っていう。そうなんですよ。だこれがまたね、不思議な感じで、はい、農作物が普通にきちんと育てられてる横に、同じような高さの、なんか植物が生えてて、はい、だから、きちんと同じ農作物が育てられてるからこそ、際立つんですよ。その違う植物が生えてると。うん、だからわかるけど、そうじゃなく生えてたら、多分わかんねえな。ただの植物だからね。そう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 。ね、形が違うだけで。そうね。こうやって、ちょっと離れてみるとやっぱただの植物だなって感じがしますね。肉眼で見た方がまだわかるかもしれない。確かに確かに。暗さとかも相まってちょっと見えづらいけれども、はい、なるほど。でも肉眼だと、あ、異物が入ってるなっていうのはすぐわかる。わかる。でもそういう感じじゃないと見つけにくいと思いますね。じゃあ、はいはい、第3タイムを探しに、はい、探しに行きましょう。はい。翌日、はい、いや、いい天気だったな、これ本当だ、気持ちいいね。これね、まあ何箇所か今回回ってるんですよ、はい、北海道の、はい、エリアで言うと、うん、北海道のまあ右半分っていうか、うん、東側の方、はい、道東地区っすね、あの辺から、はい、帯広よりももっとこっち側みたいなところなんですけど、観測所の前のはこれ名前ですね。これはもう名前出てるんですけど、ね、なんかあれですね、読み方忘れました。読み方が北海道だからね、特殊なんであれです、ね、シワレスの黄色いハンカチかなんかの舞台になったところですね。あ、そうなんですか。はい、でまあそこは通り道だったんで、ちょっと道の駅があったんで寄ってみたら、こういうところにほら、最低気温とか最高気温とか書いてあるじゃないですか。はい。どんぐらい寒いのかなってチラッと見たんですよ。マイナス36.8。ダメでしょ、これ。これは相当寒いよね。でも、その筋の人に言わすと、この寒暖差こそが、タイマーを美味しくするんだみたいなこと言ってる人いますよ。実際やっぱ、まあ、ストレス負荷をかけることで、うん、その濃度が上がるんでっていうふうに言われてて、栽培の時はピン刺したりとか、うん、栄養の強弱つけたりとか、いろんなことやって、まあ、分泌させるっていうのがあるんで、結果的にそれが適してるんですね。そうですね。だからドサンコでもなんかいいやつ悪いやつがあるらしくてっていう話を、この温度をきっかけにいろいろこう地元の人に教えてもらったりもしますね。なるほど、勉強になります。はい。
あ、スタート。これね、ちょっと僕からこの矢印、はい、なんだと思います？これ矢印なんですよ、本当に道路沿いに。え、なんかキノコみたいだから、この下にマジックマッシュルームが生えてるみたいな。そんなんだったらもっと広くて北海道に過疎っていう問題が起きないから。あ、違う。あのね、あれなんですよ。何ですか？雪が降ると道路が見えなくなるから、うん、道路の木がここっていう矢印が。俺最初、なるほど。ほんと最初誰かがふざけて矢印つけてると思ったんです。ただなんかずーっと出てくるから、なんだろうなと思って聞いてみたんです、地元の人に。そしたら、あの、冬は見えなくなるから、その矢印あるんですよ。そうしないと突っ込んでね。だってわかんないでしょ、確かに。一面銀世界だったら車走っててもうどうしていいかわかんない。意外とね、北海道こういうローカルルールが多くて、へーと思って、結構外国みたいでね、面白いな。マイナスだってね、36.8 度になる場所だからね。こういうのもあるんですね。そうなんですよ。面白い面白い。おぉ、いや、結構なったよ。駐車場ですか？私有地だから。私有地ながらよく見つけたよ。これ普通に車に行きたくてるでしょ。え、本当に。のどかなんか。本当本当。これはあっちからは入りづらいですね、私有地。完全に。あ、俺私有地気にしてるから。あ、いや、それはやっぱ法的には。不思議な。うわ、あれ、これもしかして、あ、ストップ、ストップ、ダメダメダメ。これダメでしょ。ちょっと、これ、これはね、これ、まあ、なんか、匂いが嗅ぎたい。匂いが嗅ぎたくなった。我々、匂いが嗅ぎたくなっただけです。犬じゃねえんだから。そうね、放送上は見せられないですけど、草刈りはね、こう見てもらおうか。こんな感じ。これ、やばい。だから、違う違う違う。これはそうじゃないですよ。匂いを嗅いだだけですから。いやいや。匂いを嗅いだだけですから。いや。放送上ね、放送上。放送上をちょっとこう見せできないですけど、だから放送のね、俺も今回取材の、ちょっと松ヤニみたいな匂いして、ちょっとポケットの中膨らんでますけど、ガイドラインがあって、今回は一応、匂いを嗅ぐまではギリ OK にしてるんですよ。一応取材上ね。まあ確かに匂いはね。同行者がちょっと触れたか触れないかみたいな話なんです、今のはね。まあでも、まあちょっとこう微妙かなっていう。まあ触れる、そうね、所持はしてないってことだよね。大麻取締り法では、うん、まあ、所持はダメなんです。ダメです。ただ、明らかに今の流れでいくと、ちょっと、あ、これは突っ込まれるなっていうぐらいの、はい、ところには行っちゃってるんで。まあでも、匂い嗅ぐのは所持じゃないですよね。はい。なんとなく一瞬プチッと音がしたのは、あれ気のせいですから。いや。もう大丈夫ですよね。とにかく僕ドキドキしました、今の。お願いします。はい、あれは勘弁してくださいよ、これ。そうか、カメラを回してるのがバレちゃうんで。そうそう、だから俺は持ってないから、はい、そもそも。案内してくれてる人たちが。いや、だからね、それぐらい当たり前にあるんですよ。ああ、生えてるな、グイみたいな匂い嗅ぐとか、なんだろうな、特別なことじゃないっていうか、場所でもわかると思うけど、本当に普通に入ってたでしょ？自分会社が大塚にあって、うん、路面電車沿いにバラの花が咲いていて、うん、みんなそれを匂いを嗅いでいくんですけど。あの感じ。そんなレベル。いや、だってそのぐらいのレベルしか入ってないでしょ、もう。匂いは実際どうでした？フレッシュな匂いでしたよ、本当に。そこはさ、多分さ、うん、線引きになってくると思うんだけど、この後多分出てくるところって、はい、野生のようでいて、野生じゃないんじゃないかなっていうのを俺が取材で終わった後に思ったの。だから、匂うものと匂わないものって結構差が出てくる、そういうことなのかなってちょっと思いましたね。はい、じゃあ引き続きまた、はい、ジャーニーが続くわけですね。タイマジャーニー。タイマジャーニーが。はい。はい、ということで、次回はまあそのあたりのこともちょっと、はい、もっともっと掘り下げてみたいです。ありがとうございます。週刊プレイボーイ紙面にてタイマジャーニー現在掲載しておりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。